末沢和正は、日本の実業家、藤田観光会長。1966年、東京大学経済学部卒業、日本工業銀行に入校。営業第6部長、広報部長を経て、2001年、童話工業に移籍。2006年、代表取締役副社長に就任。2008年、藤田観光代表取締役社長。 2013年代表権のない会長に、旧三和銀行系緑会企業でもある同社のトップから、生え抜きや他校出身者を抑え次期社長を自らと、同じ工銀出身の瀬川明に託した。銀行員時代の経験を、会長島工作連載会式年対談の第一号として、作者、広金賢治と語っている。対談内でも話題になる、整った風貌は、 温厚な紳士だが、サービス業トップに見られる温密裏に店舗を訪れ、サービスレベル確認を行い、自身へのサービス不備には、顧客面前をいっとわずその場で一括、訓戒を行う姿を見ることができる熱血感である。ナンバー非公開のハイヤーで乗り付け駅なりの一括で、従業員が安全とする対応を各施設で見ることができた。自身へのサービスは不要としていたため、 ホテルの玄関でドアマンが到着リムジンのドアを開けたところ、スモークの張られた中の見えない、後部座席から無予告で到着した末沢が現れ、内部の人間である社長へサービスするとは何事かと叱責。一歩下がっての確認を身をもって教えた。2009年には政権を奪取した民主党懇親会を同等系の労働組合の強い箱根ホテル。 小涌園に誘致し、鳩山幸夫首相を迎えることに成功。東日本大震災時には、首都圏と東北地方の施設に施設権限で、開放や緊急対応の権限を付与し、被災地の復興応援施策を実行。同時に、従業員へのねぎらいもまた忘れなかった。同和ホールディングス元会長、吉川博史は,は、東大同窓、同社副社長時に持ち株分社化。 富士田観光においては、株主優待の繁忙期的養女外期間設定による既存法人顧客重視から将来を見据えた中国人個人訪日旅行客の獲得へのシフトを図り、日中国交正常改善より中国要人利用が多数ある実績を発掘し、中国営業部設置や同社本部スタッフへの積極的な過人採用を行う。 熊本県人吉市地づくり親善大使、ありがとうございます。